ポン・オードメル・スパニエルは、フランスのポン・オードメル地方原産の、スパニエル犬種である。別名は、エパニョール・ポン・オードメル。老いたちについては、不明な点もあるが、古くからポン・オードメル地方で飼育されてきた犬種である。プードルの祖先であるバルビーや、アイリッシュ・オーター・スパニエルなどとは、親戚関係があると言われている。ポン・オードメル・スパニエルは、 非常に多岐にわたる役割を果たす万能な犬種である。鳥を、茂みから追い出すフラッシング、獲物を発見して主人に知らせるポインティングと、セッティング、打ち落とされた鳥を回収するレトリーバー、サギを嗅覚で追跡して仕留めるセントハント、海中に設置された網の取り外しをする、水中作業犬、農場や、主人の家の見張りをする番犬などとして使われている。 しかし、その多彩さが災いし、親戚種であるアイリッシュ・ウォーター・スパニエルの犬質を高める目的で、それと異種交配させられるようになり、純血のポンを止めるスパニエルの頭数は著しく減少してしまった。さらに、追い打ちをかけるように、第二次世界大戦が勃発し、その戦火を被って絶滅寸前になってしまった。 一時は絶滅したとみなされていた時期もあったが、生存を信じる愛好家によって、戦後に数年かけて純血の犬の大捜索活動が行われ、変地までくまなく探して数頭の純血の犬を発見することができた。この犬たちを繁殖させて何とか種として復活することができたが、今でもその頭数は非常に少なく、不思議公認犬種の中で、 最も絶滅する可能性が高い犬種としてもリストされている。ポン・オードメル・スパニエルのほか同じく彩色区犬の希少犬種であるピカルディ・スパニエルとブルーピカルディ・スパニエルを絶滅の危機から救うため、3犬種を保護するための犬種クラブが設立され、保護と普及の促進化行われている。この協会の活動により、本種は、 年々頭数と知名度を緩やかに上昇させつつある。現在フランスでは多くが実用犬として飼育されているが、原産国外ではペットとして多く飼育されている。飼育しやすい犬種であるため、今後さらに日本を含めた世界的な普及が進んでいくのではないかと推測されている。凛とした顔つきでエレガントな容姿をした犬種である。細身で足が長く。 耳は垂れ耳、尾は、垂れ尾。耳と、尾、電部には、飾り毛があり、尾は3分の1の長さに、段をされることもある。これは、フラッシングドッグとして働く際に、尾を激しく振って、音を立て、鳥を警戒させないようにするための措置ではあるが、近年廃止傾向にある。コートは、艶のある短めの巻毛で、毛色は、ローンブラウンもしくはローンレバーで、毛先が、 金色が狩ることがある。このコートは油を多めに含み、水をよく弾く。体高58センチメートル前後、体重18から24キログラムの中型犬で、性格は家族に対しては忠実で非常に、まなな酒深いが、家族以外の人に対しては警戒心が強い。しつけの飲み込みは、とても早く、状況判断力や協調性の面も優れている。 子供や他の犬に対しても優しく接することができ、落ち着きがあるので、ペットとして飼うのにもよく向いた犬種である。泳ぐことと、家族や友人と遊ぶことが大好きであるが、運動量は莫大に多いというわけではない。ありがとうございます。